ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。8月27日現在、Google と Twitter の両方のサジェストに HDMI、炎上と出てしまうレベルで炎上している、二次産地剣持東也くんの発達障害者差別発言なのですが、2023年8月26日午後11時頃、公式より剣持くんのいるグループ、ロフマオ初のワンマンライブを、4月21日に行うと発表されました。このタイミングで発表することか？むしろこのタイミングだから発表したってことも考えられるね。運営から障害者差別発言について説明されることはあるのでしょうか？それとも何も発表せず障害者差別を容認するのでしょうか？続報を待ちたいと思います。以上、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。